はい、どうも、かごたすです。おはようございます。ね、急に朝トーク、登場しました。はい。小藤さんから、朝トーク、撮っといてって言われたんで、多分初めてだと思いますが、はい、やらせていただいております。よろしくお願いします。まあ、何をね、喋ったらいいのかなっていうのもあるんですけども、ちょっとお知らせの内容とか、ちょっと振り返りますかね。はい。まず、ガチャですが、ドリコレ来ております。で、こちらですけども、サンタナ、バレンシアね、ブラジルということで、原作だとゴールデン23の、7巻ですかね。まあ、6巻から7巻にかけて、バルセロナ対、バレンシアというところで、まあ、ゲーム内で言うとカタルーニャになりますけどもね、対バレンシアですけども、ここでサンタナがね、比較的も活躍をするような、まあ、試合でもありますというところで、そちらで登場しているライジンガローシュートが取り上げられているというところですね。で、ディスコードの方でも、まあ、今回このサンタナについてね、いろいろと、書かれておりましたけども、まあ、前線から守備をして、で、まあ、カジバの一撃というところでね、スタミナが少ないほど、まあ、威力上がりますよというところ。はい。なんで、まあ、前線から、パスカットが今回ね、非常に強い値が出てましたので、パスカットで、自動パスカットもありますんで、まあ、これ前線で守備して、で、そこから、まあ、ドリブルの値も非常に高かったと思いますんでね、ドリブルで持ち込んで、で、シュートも、特にこれ一人でね、打てるシュートですしね。まあ、なかなか強いシュートだと思いますんで、まあ、これでこう得点を狙えるというところですよね。はい。で、技属性なんで、まあ、今回いろいろと騒ぎのありました、サリナスが即属性となっておりますんで、まあ、そこには強いんじゃないかなというところですよね。はい。ね、海外選手に対してのパラメータ 10% アップとかありますし、まあ、そういったところから、うん。まあ、まだ、ちょっと周りで、連盟内でも、取ったっていう人はまだいなかったんで、どうなんですかね。強いのかどうか。まあ、絆が、4.5% というところもありますので、まあ、デッキにはね、比較的はめやすい、技属性の海外選手2人以上で 4.5% なんで、まあ、そこはね、非常にいいんじゃないかなと思いました。はい。で、グランディオスはね、まあ、出てきたばっかりですよね。9月ぐらいに登場して、まあ、早くもピックアップということで、はい。やはりクラブ推しなんだなというところですよね。で、なんで、これはまあ、リバウルさんをね、持っていて、グランディオスさんがない方は、これ、リバウルに対してのね、例えばパスカット強化ですね。自動パスカット強化。味方のリバウールが自動パスカット時 70% の確率で必殺発動というところと、まあパラメータアップでリバウールのパラメータ 2.5% 上がりますというところがありますんで、リバウールとね、一緒に使うと非常にメリットのある、潜在スキルの内容となってますね。はい。で、今回、情報調整というところで、ゴンザレスさんが、まず、まあチーム好き変わってたりとか、まあ、あと絆がね、ついたりというところで、まあ、こちらも絆が強力ですよね。力のクラブ、2人以上で全パラ 4.5% ということでね。ドリコレのキャラクターは比較的絆が高い傾向にあるのかなと思いますね。うん。まあ、これ今回クラブ杯ですよね。クラブ杯がありますけども、オンライン。クラブ強化杯か。ただね、これお知らせのコメントでもね、ちょっといただきましたけども、潜在スキルが無効なんですよね。これだけ情報調整。で、例えばシュナイダーとか、今回レヴィン、ミュンヘンの2選手、情報調整されてますよね。で、せっかく内容、絆も含めて、いろいろ変わってたりもしますけども、ここで、潜在無効ということで、まあ、そういった恩恵が一切受けられないカップ戦というところが少しこう、矛盾というか、なんかちぐはぐな印象を受けてしまいました。
で、あとはね、大体こういつものカップ戦みたいな感じでチーム好きないですよとか、あとはその特定の、カテゴリーの選手、まあ、今回でいうとクラブの選手が、全パラ 20% 上がったりというところ、まあ連盟効果ないですとかフォーメーション特殊効果もないです、まあこういったところはいつも通りではあるかなというところではございますよね。うん。で、必殺技がまあそれなりにちょっと高い、S50 ということで、あのまあ普段こうそんな使っていない選手って皆さんどうしてるんですかね。あの自分の場合はほぼほぼ、育成はしてない、まあブラボ節約したりというところもあるんで、特に技のレベルはもう全く育成してなかったりしますので、まあ、基本的にはある程度あの普段使っている選手でデッキを組むしかないかなというふうには考えてはいます。はい。まあこのタイミングでね、またこうブラボをたくさん使いたくないですし、グローバルのね周年が近づいてますので、もうねあと2週間ちょっとで12月入りますから、そうすると、グローバルの周年が始まりますと。で、ちなみにそこで、ディスコードのまた話になりますけども、一つね、触れられていたのが、チムスキのことが触れられてましたね。で、チムスキに関しては、現行のマックス値である 23% という数値を超えることはないです、というふうに明言されておりました。ということで、チムスキに関してのブーストは、今回の、グローバルではしないというところはね、判明しておりますが、しかし、絆に関しては何も触れられていないというところが少し怖いですよね。あの今絆ですと、まあ、1選手あたり最大で 4.5%、まあ、特にね先ほども見ましたけども、例えばちょっと情報調整のキャラとかがいいか。はい、まあ、この辺のね、ゴンザレスだったりとか、ライカールさんもね、絆 4.5% になってますし、まあ、シュナイダーとか、まあ、こういう工場のキャラクターはやっぱ高くて 4%、ベビーもそうですけども、4%。なんで、まあ、フェスとか、ドリコレのキャラクターに関しては、まあ、4.5% というところがね、結構多くなってきています。なんですけども、そう、ディスコード見る限りでは、絆のブーストがないとは書かれていなかったので、もしかして、ね、5% とかっていうのがまた出始めると、絆を 50% 超える時代がすぐそこまで来ているんですよね。いやー、そうね、やっぱブーストがね、結構加速しちゃうと、まあこれまで、キャラクターがなかなか活かせなかったりもするのでね、まああまりこう激しいブーストしてほしくないですよね。やっぱ好きな選手を使いたいね、あのドリームチームっていうタイトルがついてるぐらいなんで、やっぱりドリームチーム、あの好きな選手をねできるだけ使いたいなと思いながらも、どうしてもね、絆に左右されてしまいますので、まあそういったところのもどかしさがありますね。はい。で、今ちなみに、自分のデッキ、こんなんでやってます。まあ悩み中ではありますけども、まあ、やっとこれで絆が今44まで上げられました。はい。で、グランディオスさんに関しては、出たばっかりの時ね、ちょうどうまい具合に、取れましたので、で、ただ、これはなかなかちょっと使う機会がなかったんですね。で、これってやっぱり先ほどもちょっとお話ししましたけども、リバウールがいなかったので、これだけ入れててもね、なかなか潜在スキルを無駄遣いしているような感じだったというところはあるんですけども、今回というか前回ですかね、サリナスの、ガチャで、まあサリナス取れたのもいいんですけども、その後ちょっと回しまして、無事、リバウルさんが、やっとね、取れましたというところで、ついにリバウルと、グランディオスが使えますと。で、ただすごく、これもどかしいんですけども、
天井まで回して手に入れたレビン、これ今ベンチです。なんでね、ちょっとうまく使いたくって、でこのタイガーボランですよね、のドリコレのタイガーボランだったらディフェンダーで使えるんで、ここにこう入れたいと。でその分レビンを、入れたいなと。本当こう好きなキャラクターとかでね、やりたい思いがあるんで、その辺がすごくもどかしいところではございます。はい。いやー、あとはね、そのさっきのクラブ強化杯ですけどもね、これどのチームでやるのがいいのか。まあこのデッキだとこの辺、サンタナじゃない、バトレーザー、グランディオス、ジェンティーレ、ゴッツァ、アサリナス違うか、この辺がクラブ選手ではありますけども、ちょっと他がこの今のね敵のスタメンで言うとクラブ選手いませんので、まあここでやっとレビン使ったりとか、あとはやっぱ超フェスの翼くんだったりとか、まあキーパーね、どうしようかな、まあレシャール、ちょっとこっちの中途半端に作ったんですけどもね、レシャールはねクラブキラーを一応持っているんで、クラブ選手キラープラス、まあパラメータ 15% アップなんで、これでやるべきなのか。まあディフェンスラインもねちょっとどうしようかなとかいろいろ考えてはいるところではございます。はい。あの潜在がないのでね、いろいろとやっぱりあの通常と使い勝手も違いますし、特技ぐらいしかね働きませんので、まあ、例えば自動パスカットが、普段こうジェンティーでね結構使って発動しますけども、これ全く働かないとかねありますので、まあいろいろ悩みどころではございます。はい。あとはね、よいしょ、まあどうでしょう、皆さんこうサリナス、水曜日のお知らせの読み上げのね動画の、コメントにたくさんいろいろとね、ご意見いただいておりますが、フォワードキラー 5%、 まあこれあのどうなんでしょう、不公平感なくす意味で数値低めなのかね、ちょっとこの辺がよくわかりませんけども、まあ 5% って本当に気持ちですよね。結構あの数値チェックで、先ほどあのフレマ小藤さんとかともやってますが、まあまたねあの動画アップされると思いますけども、やっぱりフォワードに対しては少し厳しいかったですね。まだパンチングはあれですけども、やっぱりキャッチとか選んじゃうと全然入っちゃいますね。であとこれフォワードじゃないんですけども、今日というか昨日ですかね、昼間に、ランクマをちょっとやってみたんですが、まんまと松山、絆の差がほとんどなかったんですが、松山の、ロングシュートでこれフルスイングパンチ選んでたんですけども、あっさり、特に全力もついてない状態ですね、あっさり抜かれました。ということで、ね、まあそこはやっぱり薄いとこを引かれてしまったのもあるんですけども、いやいやいや、その新しいフォワードキラーよりも、OMF、DMF キラーが、ね、あって、属性有利でもあって、4突して、パンチング、フルスイングパンチ選んで、抜かれちゃうとやっぱちょっと悲しかったですね。いやー、ちょっといろいろと、物議を醸し出すキャラになっちゃいましたね、サリナスね。はい、というところです。あとは、そうですね。まあ、お知らせの読み上げでもあれですけども、連盟対抗戦が、始まります。結局あれですね、小藤さんもちょいちょい言ってますけども、タイムアタックがね、全然10月は来なかったですし、まあ、今11月2週目、ですけども、今の段階でタイムアタックね、ないですよね。これ、どうなんだろう、なんか新しいその技とかがまだうまいことね開発できてないのかちょっとわかんないですけども、まあタイムアタックが効けないなと思いながらも、まあ連盟対抗戦がやってきます。で連盟
の方も今近藤さんとかね、レオネさんとかがツイッター杯ね、連盟対抗ツイッター杯、やって開催していただいてますけども、いやー、まあ結構ねやっぱ盛り上がって皆さん楽しくできてるんじゃないかなと思いますし、私自身も今一戦だけねやらせていただきましたけども、まあ結構お相手の連盟さんも結構こう応援がね、こうなんていうのかな、盛り上がってる感じで、ですごくね温かい応援コメント、こうどちらも頑張ってくださいみたいなのもあってね、すごくいいなって思いながらねやってますけども、まあそういうところで結構こう連盟内でも今活発にいろいろと進んでるんじゃないかなと。でゴルゴンも結構チーム数多く今回参加してますので、それぞれのチームごとでね、こうコミュニケーションを取りながら、でこう今までなんだろう、変な話、こうあんまり、こうやり取りの少なかったようなね、メンバーと同じチームでやらせていただく中でね、ちょっとコミュニケーションも活発になってすごく嬉しかったり楽しいなと思いながらやらせていただいております。はい、まあそういうのもあってこういう連盟対抗戦このタイミングで来てますけどもね、まあ連盟内で盛り上がってやっていければいいなというのとね、やっぱりこういう連盟対抗戦のタイミングって結構人の入れ替えがねあったりする印象もあるんですけども、まあそういったところもこういい意味でのねこう移動とかっていうのは全然ありだと思いますけども、まあこれを機にじゃあねちょっと引退しますとかなっちゃうと寂しいのでね、まあそこら辺が難しいというか、感じてはいます。はい、まあ、とにかくね、これは来週からというところで、まあ、そこはそこでまた楽しみたいと思います。はい、あとなんかありますかね。まあ、ドリームチャンピオンシップ、まあ、これは東アジアということでね、まだ日本の方はいないですかね。あ、これだ、サインクライフォートのここで、それこそね、ことさもお話ししてますけども、クラブゲームズさんのねこう決済が出てくる中で、いろいろと不安もありつつ、ここでタックル来ましたね。優勝の限定とかで、あ、限定というかね、ステップアップガチャでもありますんで、まあここでこう赤字回収ガチャ来ちゃったのかなみたいなちょっと感覚もありますけども、はい、まあこういうね、ここはちょっとデバフが効いているような感じですけども、どうなんですかね。まあスタイン持ってなくって、例えばブライアンのドリコレを持っている方に関しては、このシュートね、ツインウィンドミルとかもこう打ちたい方もたくさんいると思いますんで、まあそういった意味ではこうありがたいキャラクターだとはね思います。あとやっぱまあタックルで、あと個人でね打てるブレイクショットとかもそこでありますんで、まあ、単独で使うキャラとしてもまあこれはありかなというふうに思います。はい、そんな感じです。はい、あとはまあこれはいいでしょう、お得感のないやつですね。はい、いやー、なかなかあれですね、フリートークでこう一人で話すと何を話していいかちょっとわかんないんで、近藤さんがこうね話がいろいろな、話してますけども、まあ気持ちわかりました。はい、うん、いや難しいですね。ちょっと今後登場機会がないかもしれませんけども、ご勘弁ください。はい。というところで、今日ね、土曜日になりましたので、まあ、お休みの方多くいらっしゃると思いますし、まあ、今晩あれですね、連盟対抗ツイッター杯の方もまた、夜ね、22時から多くの連盟さんあると思いますんで、まあ、ゴルコンの、球技部、私のいる、ところに関しては今回ない説になってますんで、まあ、他の、連盟員の方をちょっと応援したいなと思います。はい、ということで、朝トーク以上で
本日は終了したいと思います。もう登場することがないかもしれませんけども、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。